米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国が盗聴情報などを相互利用するべく戦後に結んだ UK-USA 協定。イギリス帝国の植民地が発祥のアングロサクソン諸国のみで構成され、一般的にはファイブアイズ、5つの目とも呼ばれています。英紙ガーディアンは7月29日、中国に対抗していくため、このファイブアイズに近く、日本が加わる可能性を報道。イギリス保守党のトマス・タジェンダット氏は、このアングロサクソン系の諜報同盟に日本を加えることによって、戦略的経済関係の強化や医薬品や希少鉱物など、戦略資源を確保できることになると主張しています。この報道に対し、主に英米から歓迎の声が相次いで寄せられています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。